はい、こんにちは、よっくんです。今日はタンスナ動画を撮りたいと思います。タンスナ難しいですよね。なかなか好きで使ってるんですけど、なかなかうまくならないですね。じゃあ武器は、今日は M32 ナイトクローラー星6ですね。ダメージ1万3000ということで、装備が本当に薄い方ならワンパン、胴体ワンパンなんとかいけるんですけど、ほとんどの方は2発ですね。でも M32 は2発目早いんで、これでなかなか扱いやすい武器ですね。でサブ武器が AKSG12 チャーリーということで、これショットガン突られた時用というか、近距離用ですね。ハイドラチャーリーもあるんですが、ハイドラだと一発外すと終わってしまうので、こっちをよく使ってますね。それではこれで個人の地位です。入っていきたいと思います。で、タンスなのでとりあえずデスレ覚悟というか、もう普段個人の地位です。よくスナイパーでタンスなで潜ってるんですけど、タンスなだと半分以上かなデスレなってしまうんですよね。でキルがなかなか取れないというか、航空機ですね。航空機、砂使う方多いんですが、個人的には航空機の砂はあんまり好きじゃないですね。航空機だともう2階から撃つだけになってしまうんですよ。押し込んで最後で撃つか、あとは一番手前の奥から狙うかしかないのでね、なんかバリエーションがないというか、まあ最初は遠距離、最初見渡しやすいので、砂使い始めの方とかはやりやすいステージだとは思うんですが、それではこれで頑張っていきたいと思います。デスレならないように。味方さんが砂何人いるかですね。航空機砂持つ方多いのでね。始まらないよ、始まらないよ。M32愛好会の通知が来ましたね。M32結構好きな方が多いみたいで、飽きたな。よいしょ。よいしょ。外した。2発目外しましたね。とりあえずここからちょっと打って、敵さんの出足を止めれればいいんですが、出てこないかな。よいしょ。あれ？当たらねえな。当たらないが。お、どっから来た今。LMG、KPK ですね。どっから撃たれた今。正面じゃなかったと思うんですが。まさに砂から撃たれたと。あ、下ですね。下にいたんですね。どうしよう。上と下といるから。どっちから行こう。もう、ガチが開かないので、と切っていきたいと思います。KPK 相手だとちょっときついんですが。よいしょ。やっぱきついな。あそこに陣取られるともうちょっと出れないですよね。そんなだと。どうしようかな。こっから、いました、今。よいしょ。遅いって。うちのが遅いよ。おまけに、上から砂で撃たれるという。顔出してくれないかな。あ、宮田さんありがとうございます。助かった。助かった。助かりました。味方さんが2人倒してもらいましたね。こっからいけるか、いけるか、間に合うか、間に合いましたね。出てこない。うわ、危な、危な。よいしょ。北先行だ、問題嫌いなんですね。先行も、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。わ、味方さんありがとうございます。また味方さんに助けられましたね。味方さんにめっちゃ助けられてます、さっきから。あそこへならロケランですね。ロケランだとあんまりできる。あ、また先行来た。あ、先行じゃない、手榴弾だ。当たらないな。また先行、今度は先行ですね、これ。あ、来た、やっぱり。ごめんなさい。参ったな、これ。とつれねえな。
と釣れないわ。上から撃たれるしな。あそこいるんですよね。あそこ当てにくいですね。半分しか体出てないんで。こっちからだと撃てるんですが、上だけ気にしていると。あ、体出てますね。これで、どこ行った？どこ行った？どこ行った？あ、隠れましたね。隠れてしまいました。じゃあ、こっから覗きますか。上出てきましたね。あ、なかなかキルが取れないというのはこれね。あそこですね。動いたね。また階段上かな。ここはあんま出すと下に見られた時に、よいしょ。瞬間のぞきですね。コントローラーが。あそこですね。よし。階段の隙間からなんとか当たりました。もう一発、間に合わないか。あんまりキルが取れないというか、デスルじゃないですか、これは。あ、ですね。2キル3ですという、非常に地味な、結果でしたけど。航空機はどうしてもこうなりやすいんですね。隠れられると当てにくいし。一直線しかないので、なかなか裏も取りにくいという。はい。じゃ次行ってみたいと思います。もう一戦。破壊された基地ということで、ここも砂、ここは個人的には砂好きですね。こことあと難破船も割と好きなんですけど、立ち回り砂で立ち回りできて、隠れるとこ多くて楽しいですよね。ただしめっちゃキルされますとサブマシンガンとかでとつってこられるともう止められないですね。砂じゃ距離が近いので一気に詰められるとデスレになりますけど、頑張っていきたいと思います。2戦目もうちょっとキル取れるといいですね。2戦目は、はい、じゃあ行ってみましょう。とりあえずはここから巻いて、ここから行くんですけど、出ないか、見えないか。うわ、もうこっち来た。とりあえずショットガン使います。場所確保と。あそこ隠れてましたね。よし、外した。閃光来た。大嫌いな閃光が来ました。大嫌いな閃光がもう閃光本当に嫌いなんですよね。ここ敵さんいたよね。これやっぱいた。打ち負けました。結構敵さんいるところからのリスはちょっと一回隠れます。隠れます。出てこない。いた。うわ、ロケラン来たよ。あ、来たんじゃない、後ろからだ。ロケラン危な。敵さんが少ないですと。よいしょ、よいしょ。コントローラーなので、ああいう瞬間のぞき打ちがここに、多分この敵さんがいないか、前か、ありましたね。よし、2キル、こっちにですね。よし、3キルと。はい、どんどん行きましょう。いけるかな、どんどんいけるかな、どんどん。いや、味方さんだった、びっくりした。ちょっと、リロード挟んでって。あ、向こうから来てますよ。あれ、敵さんですよ。あれ、よかった、撃たなかったよ。見ない。うわ、めっそうつ、めっそうつ、危ない。また閃光来た。もう嫌いって言ってるのに、もう閃光。よし、閃光向こうの防具欲しいですね。危ないよ。そこは危ないとこですよ。よいしょ。これ M さんにはポータブル軽いんでスケートもできるんで、今日はショットガンですけど、ロケランとかも
持っていけますね。あっち行ってきたんかな。こっちから行きたいと思います。エッジからのリショットガンで、よいしょ。多分リスがこっちかな。さっきからこの通路で当てれてないんですよね。来ないか。奥からだったかな、リスが。うわ、いった。もう一丁。外した。よいしょ。これコントローラーにだけの技ですね。一瞬覗いて打つと。本当に一瞬ですよね。はい。よいしょ。あらら、動かないで。びっくりした。かな、リス逆だろう、リスの多分逆からの、こっちからのリスだと思いますけど、ちょっと守りブロードしておくか。いないですね。味方さんがそこにいるから、こっちか、後ろから来てるかな。負けましたね。何キル取れたかな、デスレかな、微妙ですね。同じぐらいかな、数えてなかったですけど。あ、いい成績ですね、割と。7キル4です。まあ、これぐらい取れればタンスナーとしては自分的には十分ですね。なかなか立ち回り難しいし、これがあのワンパンできる砂だともうちょっといけると思うんですけど、2発当てないといけないんで、どうしてもアシストは多くなるんですけどね、2発目が当てにくいというか、これもうちょっと練習していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。